こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。ちょっと久しぶりです。うぷ主が、ショート動画を量産していたもので。遊んでると、短いネタが溜まるのね。そうなんだ、だが、うぷ主、作りすぎだぜ。で、今日は何なの？なんて聞くふりしたけど、画面でわかるわ。だよな、日曜日、朝6時の定期トーナメントだ。今、5時40分ぐらいだが、まだ準備中だぜ。前回、成立しなかったやつね。今朝はどうかな？じゃ、画面を変えるぜ。受付が開始されたぜ。毎度の、ルームを検索中の表示になったわね。待ってるみんな、眠いだろうな。時差でちょうどいい国もあるわね。少なくとも、うぷ主は眠いだろう。あ、うぷ主、入室した。このルームは、うぷ主一人だけだな。誰か入ってくるかな？入ってこなさそうだな。参加人数が少ないのかな？一回退出してみるか。また検索ね。結局、同じルームに入れられるんじゃないか？かもねえ。これ、また一緒や。ほんとねえ。普段なら、しばらくしたら誰かが、ルームに入ってくるんだが、来ないな。そうねえ、入ってきて、出て行ったり。入って、始まるまでいる人もいるわね。まったく、画像に変化がないぜ。あと、18分ちょっともあるから一旦切ろう。うぷ主、ルームを出て、また検索中ね。また同じルームに入れられるんじゃないか？やっぱり同じルームだな、2分前だぞ。また、出て検索しているわ。あるかな？あ、いい感じのジャッキーが2人。うぷ主、自動的に入れられるが、すぐ出される。自動的に出されたわね。昔はもっと出入りが激しかったんだがな。特に、この時間にする人は減ったのね。また、同じルームだな。うぷ主、また一人ぼっちね。もう変わらんな、切ろう。1分を切ったわ。誰も入ってこないな。自動的に出されもしないし。さっきのジャッキーなんか、入ってこないかな？うぷ主みたいに、出たら、一瞬、入ってきて、出ていくんじゃないか？そうかもねえ。今回は嫌な感じしかしないな。珍しくないけどね。残り、30秒を切るわ。もう、変わらんだろうな。あと、20秒ちょっと我慢ね。つまらん画像だな。視聴していただいている皆様、すみません。多分画像に変化が出るまで、20秒を切りました。絶対ダメだろうな、こや。こうしていると、1秒って、長いわ。10秒切った。言うこと、ないぜ。BGM をお聞きください。出た。この調整中が、また時間かかるんだよな。調整に時間がかかるほど、エントリーしている人いるのかしら？多分、少ないと思うけどな。人数に関係なく、やることは一緒なんだろうな。一応ね。お、出た。ゴー、なんていたのね。うぷ主、入った。ちゃんも一緒ね。うぷ主は、よろしくお願いします。なんて思っていない。レイフェイト、またゴーが入った。うぷ主以外、強そうだぜ。これまた強そうな、ブラッドが入った。もう、増えないの？検索してると聞いた、ジャッキーは？ジャッキーは、出ていったか？それにしても、増えんな。うぷ主だけ浮いてるわ。これでやったら、1セットも取れないな。もう、出るわね。ん？はい、大会が成立しませんでした。やっぱりな。次は昼の3時ね。うぷ主は出ないけど。しない、と決まった後は。さっさと、準備中になるぜ。うぷ主、寝るの？迷ったが、アーケードモードをするぜ。なんで？うぷ主は、1セット選手にして、ジュラルまで倒す。つもりらしい。なんで、そんなんするの？うぷ主が量産中の、ショート動画のネタ作りだな。何を？ショート動画が最大1分なので、1分以内でジュラルまでクリアするつもりみたいだな。クリアできるの？勝ちポーズや、必要な部分は編集して、カウンターの数字が動く部分だけをつなげるぜ。それでも1分内にクリアできるの？
まあ、当たるキャラクターにもよるだろうな。でも、デュラルに勝つのに1分以上はかかると思うぜ。アキラでも1分は超えそうね。そうだな。うまくいっても、アキラに勝つまでかな。どうせ、ウプ主のいつもの戦い方でしょ。あの、ダウンさせて、ダウン攻撃しかしないからな。アキラを1分以内で倒せたらいいとするか。それでも面倒なキッタハッタをするのね。確かに、面倒くさいぜ。今、二人目の高嵐ね。これくらいだと、ひたすら P 連発してるな。こんなんなら、早いわね。まあ、相手によってはこうはいかないな。いけるところまで、P 連発で行くつもりだろう。ま、好きにやってくれ。そうね。で、話は変わるが。前も言ったが、プレステ5で、バーチャファイター3を。配信でも何でもいいから移植してほしいぜ。ウプ主、大好きだもんね。やっぱり、アンジュレーションや。リングアウトは楽しいぜ。ウプ主的にはね。絶対、グラフィックはそのままでな。ウプ主は、あのグラフィックが好きなのよね。そうなんだ、あれくらいがいいんだな。あのままでもいいが。欲を言えば、こんな、ネット対戦ができれば、もっといいな。それは楽しいわね。やったことない世代に人気が出るかもね。それがダメなら、そのままでもいい。取り消す本体も、純正アーケードスティックも壊れそうだしね。それも理由の一つだな。それもダメなや。e スポーツのままでいいから。DLC レジェンダリーパックで、バーチャファイター3のキャラクターモデルを、発売してほしいぜ。初代は発売されてるもんね。そうなんだぜ。そんな難しいことじゃないと思うんだがな。今日は私の勝ちね。DOA のキャラクターモデルとセットにしたりしたら売れると思うぜ。セガ様、お願いします。あー、もう年寄りのたわごとね。いいんだ。もう、ステージ5のベネッサよ。ウプ主、ちょっと時間かかってるな。ここまで来ると、強いわね。ちょっと、時間かかったな。勝ったけど。次、誰かな？面倒なキャラじゃないといいがな。誰かな？ブラックが綺麗すぎるぜ。平面のリングはつまらんな。次はジャニャン。なぜか、ウプ主、ジャンは得意だぜ。いかにも強そうなのに。リングアウトが簡単なステージだからかな。順番的にアキラの前よ。ウプ主はガードされても P 連発か。あー、本当にやってるわ。やっぱりバイは技の出が早いな。本当、ウプ主押し出してリングアウトさせたわ。勢い余って自分も落ちたけど。次はアキラね。一応ファイナルステージだぜ。アキラに一発大技食らったら1分超えそうね。多分な。ウプ主、蹴りから入るのかな。ウプ主のパターンの蹴ってダウンさせて、ダウン攻撃かな。さあ、ウプ主どうする。蹴られた。ダウンしなかったからまた P 連発だ。連発、連発。そのまま KO したわ。アキラに勝ったけど、デュラルは時間なさそうね。ファイナルステージだし、ここまで、ショート動画にあげればいいだろ。次、ボーナスステージね。皆様、見てやってください。では、今回の動画はこれで終わりです。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆様ごきげんよう。ゲームオーバー。